いざゆいの打ち直しに成功し、豪田へ戻った力丸だったが、城内では事件が起こっていた。松之進があやめに襲われ傷を負ったというのだ。一時は逃亡を図ったあやめだったが、城下の竹林で捕まり、今は牢に閉じ込められているという。老番の目を盗み、あやめと対面する力丸だったが、あやめは自分の仕業ではないと主張するのだった。あやめの言葉を信じたい力丸だったが、あやめの無実を証明するものは何もない。そんな力丸に、あやめは彼女が捕まった竹林に向かえと言える。竹林へとたどり着いた力丸が目にしたものは、そこにいるはずのないあやめの姿だった。あやめの睨んだ通りか、正体を暴いてくれる。竹林に足を踏み入れた力丸だったが、そこは何者かによって放たれたもののけ、式神が闊歩する竹林と化していた。うまくかかったわ。そろそろ頃合いね。
仲間だろう。刀を向けようってのかい。仲間か。拙者の知るあやめからは聞いたことのない言葉だ。倒せるのかい、このあたいが。まんまと引
かかりおって罠とも知らずに。何？誰の仕業か答えよ。舌を噛み切ったか。百馬剣ようやったな、ガンダンだ。カグラについてやれ。承知。